皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、シモムーです。さあ、今回はですね、ちょっと久しぶりに私、山に登ってきたので、ちょっと山の魅力というか、山の良さを、ちょっとお話しできたらなと思っております。私、ちなみに、鹿児島に、行ってまいりました。そしてですね、高千穂の峰と、唐国岳、この二つをね、登ってきました。本当に久しぶりですね、ゴールデンウィーク以来ですね、ゴールデンウィークの彦山を登って以来の登山だったんで、ちょっと疲れましたけどもね、やっぱりね、山は良かったんで、その良さをちょっと伝えたいと思います。高千穂の峰、これはですね、言いにくいな、高千穂の峰、これはですね、鹿児島と宮崎の県境にあるんですけど、まだ両方行けるっていうね、その山に行ったら鹿児島も行けるし宮崎も行けるっていう、そういう楽しみ方ができるんですけど、まあ、この山はですね、ヤマトの時、私九州を歩いて一周するというね、番組に出てた時に、登らされたじゃねえ登った山なんです。登らされたって言うとなんかね、言い方悪いけど、まあ事実登らされたんだけど、登らされた山なんですよね。その番組で、司会をしてくれてた金子貴俊さん、俳優のね、と方と一緒に登らせてもらったんですけど、それ以来だったんで、もう約3年ぶりとかそれぐらいだったんですけど、よかったですね。標高がですね、1574m なんですよ。まあ、結構高いんですよ。でレベルで言うとね、結構しんどい山なんです。で高千穂の峰のね、山の特徴っていうとね、何でしょう、砂の道なんですよね。滑りやすい砂の道を、坂道を登っていくんです。だから感覚で言うとですね、3歩進んで4歩下がるぐらいの感覚です。そういうと一生進まないっていうね、でもそんぐらいの感覚の山なんです。非常に滑る山、下山が特に危ないんですよね。下山だったら上から多分滑り台のように滑ってこれるような、山なんです。まあ、だから、アトラクションとしては楽しい山なんですけど、まあ、でもね、なかなかね、進まないっていう。でそれを乗り越えると岩場があって、岩場のもう結構ハードなんで高いんで、そこで足またやられるんですけど、まあそういう山で、それが終わるとまた最終的には、その砂利道みたいな砂場のところもあり、階段もありみたいなね、永遠につかない、3歩進んで4歩下がる山です。でもね、やっぱりこう登山を久しぶりにして思いましたけども、やっぱりこう山頂の景色がやっぱご褒美なんですよね。やっぱり正直しんどいです。登ってる過程は本当にしんどい、できることならいきなり山頂に行きたい。でもね、やっぱそのね、しんどい過程があるから山頂に着いた時より喜びがね、あるんですよ。で思ったのがね、登山っていうのはやっぱね、人生に似てると思ったんですよね。やっぱりこう辛いことやって、しんどいことの後に、ご褒美が待ってる、ね。例えば山頂を目指して歩いていくじゃないですか。で人生もそうですよ。何かの、目標が山頂だとしましょう。山頂に向かってこう歩いていくんですよ。だからその行くまでの過程っていうのはやっぱしんどいじゃないですか。なかなかうまくいかないです。でもちょっとずつこう進んでいって、こう山頂に着いた時の喜びっていうのはね、非常にやっぱね、人生という登山っていうのは一緒だなと思いましたね。辛いことがあった先には、頑張った人には必ずご褒美があるって、と思うのがやっぱ登山と人生ですね。でこれで山頂で例えば人生と一緒なら、山頂着いたらもうおしまいなのって思うかもしれませんけどもね、これどうするか、次違う山登ればいいんですよ。また新たな目標を立てて違う山を登ればいいんです。そしたらまた過程がありますから、登るまでの過程、これをひたすらずっとやればいいんですよ。人生ってそういうことですか。ね。だからいろんな目標を立てて一つずつクリアしていったら、また違う山を登って、で、年齢に合った山を登っていけばいいんです。もう年取ってきたなと思ったら、低い山を登ってくればいいんです。だから常に何か目標を持ってね、登る過程を得て、しんどいことをやっていって、最終的にゴールしていくって。これがね、やっぱ登山と人生の、いいところですかね。と思いました。うん。やっぱりいいですよ。うん。山頂に行ってって、毎回ね、山頂に行って思うんですけど、やっぱ下山があるでしょ。もう下山が私一番嫌いなんですよ。下りがね、
下り苦手ですから、私。だから、下山はできるだけしたくない。山頂ついておしまいじゃないですからね、登山はね。そしてもう一つ、唐国岳。唐国岳。これもね、鹿児島と宮崎のところにあるんですけど、これは標高1700メートル。この山はですね、私、人生で初めて、登りました。個人的にはね、高千穂の峰の方がきつかった。やっぱり3歩進んで4歩下がるから、全然進まないから、これはね、3歩進んで3歩進む、永遠に3歩進む感じですから、唐国岳はね。だから、全然登りやすかったです。非常にね、でも階段が多かったですね、唐国岳はね。で、大波池っていうね、池がね、非常に見どころというか、すごい池がドーンと見えるんです、山頂からね。それも見どころになってますんで、でも初めての山だったんで、本当に楽しかったですね。やっぱりこう、ずっとね、山跡の時はずっとなんか毎日山登ってる感覚だったから、なんか嫌でしたけども、でもやっぱり、たまにこう山に登るっていうのはやっぱ気持ちがいいですね。やっぱりなんだろう、一番いい、なんだろう、お金のかからない趣味というかね。あれも、でも動画集めるのにお金かかるんですけどね。まあやるにはでも全然いい趣味だと思いましたね。非常にリフレッシュされました。本当に、ありがたいです。山登らせてもらって。またね、なんかね、機会があれば登った感想を言いたいと思いますんで。こんな感じですかね。山の良さを少しでも分かっていただけたらと思います。じゃあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。明日。